髪質ヤギヤギだからさ、あ、多分シャンプーっぽいのも用意してて、絶対はいシャンプーとリンスでお送りします。ショックです。リンスです。2人揃ってボディーソープです。はい、今日もやってみましょうか。はい、はい。ショックね、ちょっと黙っててください。あ、マイクです、マイクです。ワンツーワンツーワンツースリーワンツースリーの星野の人口。よしよし、マイクですか。オッケー。おじさん、なんだい。あ、優しかった今日。なんでしょう、じゃなかった。おじさん、なんでしょう。いや、藤田、内定がお互い取れて、漏れなく就活を終えたということで。やりました。はい。というわけで、先ほどただの飲み会で貸しそうだったので、瞬時に切り替え。題して、第1回、2回もやりたくないよ、就活終了、内定獲得、就活終了キャンペーン、イエーイ。期間には入りましたよってことだ。やっとこさ念願の本格活動が入れますよ。
皆さん多分本格活動も入ってるもんだと思い込んでるんでしょうけど、ずっと本格活動してねえから。あ、これについては嘘じゃないですか。うん、本格活動前回じゃないよ。ちょっとそれを疑ってる方はいるかもしれないですけど、それは嘘じゃないです。ジエンドからが本格活動だからね。まあ、その分夏は豪華で来ましたよ。クロソンずっと来るし、永続的に。クロソン来るし永続的に。うん、でもそんな感じでまあお送りするんですが、まあこれがまあ第一プログラム、開会の挨拶とじゃないが終わらないことについて、第三プログラムが本編に入るんですが、第二プログラムは何なんだ。それはただ簡単な時間なんだ。なんだ今が27分、俺が28分になった瞬間に1分間ひたすら就活についてつらかったことを、お互いのことを何も聞かずに言いまくるっていうマイクで、おお、そういうプログラム、発散プログラム。My mind, so get ready. I hope you're prepared. This won't be an easy fight. You giggle.